学例は、例における網目の一つ。官人育成の教育機関についての規則を定める。日本の養老令では、第11番目に位置して22条から構成されている。日本の律令法においては、主に大学、国学の仕組みや教官、学生について定める。養老令においては、博士助教大学生石典在学ため助教、収益証書教授制御、 来期佐伝各位大教先度教文文業教授ため、校歌等級通りに教皇節府、朝三経会系議所学生成果行礼不得桜、総目っぱなした暇、非械対講師という構成となっており、5から十三条はすべて儒学を扱う妙行道に関連した項目である。だが、実際には、大学、国学誕生当初には存在しなかった、記伝道が主要科目としておんじられるようになり、 大学、国学も、起伝道中心の教育システムに変化していくことになった。ありがとうございます。